グランフィールズカントリークラブは、静岡県三島市五輪に広がるゴルフ場である。グランフィールズカントリークラブは、1951年8月、富士緑化株式会社によって、新たなゴルフ場建設に向け土木造成や、造園緑地工事を開始、その後、1992年11月20日、18ホール規模のゴルフ場が開場。2003年2月21日、 富士緑化株式会社が民事再生法の申請。同年9月24日、会員などの資金拠出による債務弁済、会員参加での事業継続を目指す再生計画案が成立。株式会社ウィングによる新たな株主制での経営が決定。運営は株式会社グランフィールズが行っている。コース設計は、浅見勝一が、工事は、 鹿島建設株式会社、株式会社館組、株式会社富士グリーンテックが行った。ゴルフ場は、箱根の再録三島市街を見渡す、なだらかな丘陵地に、日本庭園風のレイアウトの丘陵コースである。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する。 日本プロゴルフ選手権大会の2022年開催が決定している。郵便番号411-0000静岡県三島市五輪4716番地鉄道道路。ありがとうございます。